佐久間レールパークは静岡県浜松市天竜区の東海旅客鉄道飯田線中部天竜駅構内にあった鉄道車両企業博物館。1991年4月21日に中部天竜機関区の跡地を利用して開設された鉄道車両博物館で昭和初期中期を中心に活躍した貴重な車両が十数両展示されていた。また、屋内には 日本最大のプラレールや N ゲージの大パノラマ、それに各種模型、実物部品、飯田線の歴史を示す写真展示があった。当時、JR 東海社長であった須田博士の一声によってこの施設は計画された。複数の候補地の中から前述のように車両を展示できるスペースが備わっていたことや、佐久間ダム建設にあたって飯田線が活用されたこともあり、 この地に建設された。しかし、2008年5月22日に展示車両の大半をリニア、鉄道館に移転する計画が、佐久間地域自治センターで開かれた、佐久間地域協議会で JR 東海から発表された。これにより、投資説は2009年11月1日をもって閉館し、18年半にわたる歴史に幕を閉じた。後に、 須田が語ったところによると、佐久間レールパークは、地理上気温の変動が激しく、特に冬季は、車両の痛みが激しく臨時休館を余儀なくされることも、多く、リニア、鉄道館への移転のきっかけにもなったという、開館時の営業状況を記す、臨時快速、佐久間レールパーク号投資施設の閉館を前に、様々なイベントが行われた。 2005年4月から2009年11月1日までの展示車両は次の通りである。なお、前述の通り、大部分が、リニア、鉄道館夢と思い出のミュージアムに移転収蔵されている。かつてハキハ82型が展示されていたこともあった。リニア、鉄道館での展示予定でない車両は2010年7月中に解体された。ありがとうございます。